くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てる？くるぶしです。ちょもろです。イエーイ。牛水時や。今回のくるちょもチャンネルはですね、チャンネル始まって3ヶ月、約勝とうとしてますよ、はい、早いもんで。ってことは令和が始まってもう3ヶ月経つってことね。あ、早いね。もう誰も令和興味ない。付き合いたてのカップルみたいにさ、うん、なんか最初の3ヶ月目なんかお祝いしたりするんじゃん。お祝いしなくても言ったりするじゃん、3ヶ月だねみたいな。3ヶ月で別れるカップルって多いもんね。あー、まあ3ヶ月いろいろありましたけども。あったなー、ね、いろいろ撮ったね。30本ぐらい撮ってるんじゃないかな。だってもうくるちょもチャンネルのライブラリーみたいなやつをこうね、見返してみたらやっぱ、あー、こんなまたこんなまたみたいな、結構並んでもね、わーっと。確かに、うん、いろいろやったよね。結構体張ってきたつもりではいるんですけど。まあでもまだ本気出してないからね。まあ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 ね、まだまだ本気みたいわ。今後もね、なんかこう狂ったこととかギリギリなこともね、どんどんやっていきたいと思うんで、やってこうやってこう。もうほんまそう、 R18 をもうどんどん前に出していこう。そうですね、なんかちょっと本話感も多いですけども、基本的にはすごいアホな二人なんでね、うん、これからもぜひぜひよろしくお願いしたいなと思います、最近ちょっと身の回りのこととか、うん、変化がちょっと起き始めたんで、お、簡単な形ではあるんですけども、うん、この動画でちょっとご報告しようかなと思って。しましょう。それはしましょう。はい、実はですね、今年の最初ぐらいに、うん、自分と、まあ、自分の奥さんの間に新しい命が、宿りまして。おそうなんです。で、今年の一応ですね、出産予定が11月、父になることになりました。すごい。ありがとうございます。くるちゃんがパパちゃんに。パパちゃん。え？と思ったんだけど最初、こんなすぐっていう感じで、本当にありがたい、まあ贈り物というかね、普段すげえ。俺抜きまくってんだけどさ、ごめんね。くるちょもチャンネルはやっぱりクレイジーであるべきだと思ってるんで、こういうちょっとね、報告とかはちょっと違うかなとは思うんですけど。いやー、その関係ない関係ない。いいよいいよ、していこう。なんで今後ね、配信がもしかしたら遅れる日があるかもしれないし、いろんなことが起きるかもしれないですけども、ちょもちゃんと、でくるぶしのこの、くるちょもチャンネルっていうのは、永遠不滅なので。いや、ほんまにや。そしてね、娘か息子かまだわからないかもしれないけども、ちょっとね。ああ、そう、それはまあまあおいおいやな。シンガーソングライターにはなるなって教えていくんだね。YouTube はやるなって言う。そんな感じで今年はですね、まあくるちょもチャンネルやったり、僕個人としてはまあ、新しい命が、授かったということでですね、皆さんに一応、改めてご報告させていただきたいなと思いまして、今回の動画、撮らせていただきました。すげえ。まだ全然実感ないですけども。クーリキャン、クーリキャンお父さんになるってしんどいね。子供がね、大きくなってこう YouTube とか見出したら、うん、絶対に調べさせ、もうチャンネルちょっとミュートさせるんでね。俺教えよう。どう、自分のお父さんがさ、うん、ケツにほどとまらんこちゃ突っ込んでたら嫌でしょうよ。嫌かな、よからへん、お父さんおらんから。この真面目な回になってしまってるから、うん、真面目な話しますけど、ちょも家もすごい真面目家族やから、うん、憧れるけどね、お父さんパンチ聞いてんのとか。そうだから、それが原因で、うん、なんかその子供が学校にいじめられたりとかは、うん、ちょっと心痛むけど、うん、どうだろうな。絶対いじめられるって。お父さんお尻におもちゃ入れてる。そしたら俺学校にうんこ投げに行く。いいやんそれ。で、俺も行くわ一緒に。無事に生まれるように、まあ俺もね頑張ってる。い
やでもすごいよ、結婚もやし、うん、新しい命をね、授かるっていうのはいや、すげえよ、まあ、だからあの、この空調もちゃんと爆発して、いや、そうね、潤してくれよ、お前ら。いや、本当に本当にまずはチャンネル登録者数を1000人いきたいので、そうなんですよ、ね、ぜひぜひお友達にも教えてあげてください、本当に、はい、そしてあのね、くるちゃんの子供が年頃になった時にいじめに遭わないように、その時にはくるちゃんのチャンネルがとても立派なチャンネルになっているようですね、みんなの力で、その時にね、底辺 YouTuber とか言われてねケツにおもちゃ入れる底辺 YouTuber みたいに言われないようにですねしておきたいので、そうですね、ぜひぜひみんなお友達に教えてあげてください今回は、報告と、雑談という感じで、お送りしました、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録よろしく、バイバイ。